どうもどうも、しおです。今回はね、このグノーシアっていうゲームをね、実況していきたいと思います。これどういうゲームかっていうとですね、まあ一人でやる人狼、一人プレイ専用の人狼ということで、まあプレイは村人かね、多分人狼になって、まあイベントをこなしていって、まあ議論をして、まあ要するに人狼が誰だ誰だって探していって、まあ特定して追放していく、まあそんな感じのゲームなのかなっていう感じですかね。まあよくある人狼を一人でやるみたいな。だから相手はコンピューターなんですよね。だから自分がさ、村人の時はさ、ちょっと見にくいな。一回終了しますよ。だから自分がコンピューターの時はさ、この相手の可愛い女の子はさ、私は村人なの、塩さん一緒に頑張りましょう、一緒に行動しましょうって言ってさ、実は私が人狼でした、バーカみたいな感じでさ、あ、勘弁されながらさ、俺が殺されるとか、そういうこともあんのかなっていうので、ね、ちょっと楽しみなんですよね。コンピューターがちょっと、どういう風な、ね、行動するのか、役職に応じて、ちょっと楽しみなんで、コンピューターとのね、コミュニケーションしながら、ちょっとね、俺嘘つくの下手なんで、ちょっとね、自分を偽れるね、スキルもね、身につけていきたいなと思ってる次第ですよ。まあ、オプションは、まあ、こんな感じで、BGM は、まあ、やっていくうちに変えればいいと思いますんで、これもね、ボタン連打でメッセージ飛ばして防止するとあるんだけど、俺ちょっとあれなんでね、連絡性があるから、まあでも、デフォルトはこれだから、議論時の恐怖になってればいいかね。うん。じゃあ、行きましょうか、ニューゲーム。セーブスロット。おお、何周目ってある。そうか、人狼、あー、なるほどね。そうか、人狼ってそうだよね。大体一回やったらさ、それで終わりだもんね。そしたらゲームとしてさ、すごい、なんだろう、時間が短くなっちゃうからさ。じゃあ何周も、あー、じゃあ自分が殺されたりしたらまた終わりってこと？周回ゲーってことか、これ。どうしようかな。パッケージにいた可愛い、赤んべーしてる子がいるから、こう2番目にしようかな。じゃあここで使いましょう。あー、名前なんて、あ、名前入れられるんだ。プレイヤー登録、はいはいはい、塩にしましょう。塩、おしてるところで島の社員シャラクなんつー予測変換なんだ俺社会人みたいなこの辺とか塩にしましょう。漢字いけるんですね。塩にしよう。塩胡椒が出てくるのいいですね。じゃあこれ OK にして、性別は男で、性別、あ、ボンって何、反省、後天的に選べる性であり無性とも呼ばれ、男女の身体的特徴を排除している場合が多い。あ、そうなの。あ、そうなんだ。へえ、無性とも呼ばれる。どうしよう。まあ、俺は男で行こうかな。身体的特徴だから、要するにあれだよね。そういうことだよね。はい。何これ？何これ？カリスマ、直感、ロジック、可愛い、演技、ステルス、何これ？残り 5？ あ、スキルポイント振り分けんの？何？オンラインゲームとか MMORPG みたいな。カリスマが高いほどみんながあなたの発言に感化する。同じ、あー、なるほどね。直感が高いほど相手の嘘や不審な行動に気づく。あー、いいね。ロジックが高いほどみんなは論理的に説得しやすくなります。可愛げが高いほどみんなに疲れやすく、投票で冷凍されることは少なくなります。あ、なるほど。今回は追放が冷凍って感じなんだ。演技力が高いほどあなたの嘘が見破られにくくなり、意見を効果的に伝えられるようになります。あ、じゃあ人狼になってるとこの演技力が高い方がいいのか。うん。俺この演技力身につけたいな。うん、嘘つくの下手だから。ステルスが高いほどあなたの行動に、みんなが敵意や脅威を感じにくくなり、グノーシアに襲われにくくなります。あ、今回の人狼ってグノーシアなんだ。あー、タイトル回収した。どうしよう。何開けていこう。振っていってくださいだから、スキルを振るってことだよね。あー、なんだろうな。やっぱ直感じゃない？直感。カリスマはさ、別にさ、発言に感化されっていうか、なんか そんな最初からカリスマ性発揮してもらうって感じがするんで、やっぱ直感力かな。直感をちょっと8とかにして、可愛げ、ちょっと可愛げはな、ちょっと実況者としては冷凍も経験したいからさ。演技力ね。演技力ちょっと1個上げて、いや、演技力5にしとこう。直感全振りでいく？うん、良い旅をだって。好きな色赤。好きな色選んでおこうか。好きな俺赤なんだよ。まさしく赤が好きで。赤だね。うん。どうしよう、直感でいいのかな？もう悩みますね。じゃちょっと振っとこうかな。演技力に振る。あ、ステルス。ステルスにしようか。自分が村人だったらさ、ちょっとグノーシアに襲われたくないじゃん。ステルスを上げて、こうしよう。こうする感じ。よし。まあ、最初やってみましょう。入力完了。こんなパラメータあんすね。ということはこれ周回していくうちに、あ、ない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 
でも反もあるんだよね。反省もあるんだよね。わかった。いや、わかんない。早すぎるわ。A ボタンですみません。発言ができる場合、バツボタンで内容、X ボタンか。はいはい、わかりました。あ、発言するってある。発言しないでやると、発言しないで A を押すと次行っちゃうんだ。要するに無言も選択できるってことね。はいはいはい。メニューを開き A ボタンで決定します。うん。属性学習終わったけど、現状はわかった。発言する。わかった、わからない。いや、わかんないよ。全然わからないで返事をした。だろうね。こんな旧式の属性学習は言葉が通じるようになっただけでも一歩前進かな。すごい、早送り送られたテキスト属性学習っていうのかな。あんな頭に入ってこないよね。うん。あとで編集するとき見返しとくわ。さあ、そろそろ行かないと起きられる？どこなの、ここ。お！どこだ、これ。問題ないみたいな。じゃあ、メインコンソール室に行こう。そこでみんな話し合ってるから。発言ができる。発言できるときは左上に表示されるのか。メニューとかどういう、メニュー、あれ？まあいいか、さすがに質問。みんな話し合ってると。はい。まだ何もわからないかもしれないけど、そのうち慣れるよ。気を楽にね。はい、わかりました。ちょっと一応聞いておくけど、このせっちゃんもあれ優しいけど、グノーシアかもしれないでしょ。怖いなぁ。疑心暗鬼になっちゃうなぁ、このゲーム。俺、今回は直感力を上げてるから、嘘が見にくやすくなってるんだよな。うん。で、ちょっとステルス曲がってるから狙われにくいと。うん。せっちゃんがグノーシアだったらさ、せっちゃんって呼んじゃってるけどさ。せっちゃんがグノーシアだったら、もうここで俺やられてるからね。うん、大丈夫なのかな。しよう。人類はこの宇宙から消滅すべきだと思う。え、人類は消滅すべきだと思う。いや、消滅すべき。いや、まあそうでもないんじゃないかな。俺人類だし。うん。そうは思わないと答えた。うん。だったら気をつけておいて、これから会う3人のうち1人は人間じゃないか。ああ、グノーシアがいるのね。うん、ありがとう。教えてくれんだね。大丈夫だ。おそらく今日は切り抜けられる。さあ、少し急ごう。今日は切り抜けられる。メインコンソール。うわぁ、人は見た目で判断しちゃいけないと言われたが、この人が人類じゃない人なのかな。ああ、来たね、本命が。ラキオ。ラキオ、ジナ、お疲れ様、せつ、潮の記憶戻った。ああ、これは俺も潮っていう、なんかカタカナにすればよかったな。ね。次のループでは名前潮っていうカタカナにしようかな。変えられんのかな、名前。変えたいですね。うん。いや、ここの医療ポットでは無理みたいだ。SQ！ あ、この子は SQ っていうんだ。ああ、なるほどね。すげえ、パッケージのさ、ね、画面があるからさ。ね、これがあるだけに、グノーシアっぽく見えてしまう。手がいゼロってこと？うわ、可愛げあるな、この子。やれやれ、さっき言ってるじゃないか。何も覚えていないなんて怪しいことこの上ないだろう。まあそうだね。うん。よし、何も覚えてなくてさーって言って、お前何も覚えてないって怪しいなーっていう感じだよね。わかるわかる。ほう、間違いなく、塩こそグノーシアさ、人。うまく人間になりおしたつもりだが残念だったね。うわー、なるほど、もう完全、もう始まってんのね。俺に疑い受けられてるじゃん。やばいじゃん。もう議論フェーズってこと？疑われているのは人間ではないと思われている？いや、逆に考えてみてほしい。あー、この状況で記憶喪失なんて、それこそ怪しすぎるし、目立ちすぎる。捕食者の擬態としては不自然だと思わないか。あ、確かに。あー、このせっちゃんはラキオくんちゃん？うん、さん。ラキオを標的にして、グノーシアだと思ってるってことね。私が知る限りグノーシア汚染されたものは記憶の失ったふりをしたという例はない。使用が敵ならもっとうまく周囲に溶け込んでいるはずだ。同意、使用を疑う必要はないと思う。あ、なんかちょっと俺あれだな、演技してないけどいいですね。まあ俺グノーシアじゃないしな、多分。あれ、もう時間ないっすよ。まあ誰がグノーシアかなんてどうせわかんないんだし、パパッと投票しちゃおうぜ。グノーシアっぽい。俺結構ね、自分がね、人狼の時ね、投票を急ぐ癖があるんでね。でも投票しちゃっていいみたいな感じで。もうじゃあいいよ、スキップするよみたいな感じでさ。やっちゃいがちなんで。怪しいな、なんか俺を見てるようだな。でも可愛げがあるな、この子。SQちゃん。目の前にスクリーンが投影され、この中誰かを選べばいいのだろうか。そういうこと？無投票ってできないの？でもちょっと俺をターゲットにしたから、ちょっとラキーをちょっとターゲットにしたいな。でもちょっとね、投票を急ぐやつはちょっと怪しいの、俺的に。だからちょっと SQ ちゃんに入れていい、俺。ごめん。これ誰が誰に入れたかって分かっちゃうの？ラッキー。みんな。そしてラキオはジナに入れたんだね。俺が SQ に入れたってバレちゃうじゃん、これ。やばいじゃん、これ、俺。これ、どうしよう、SQ ちゃんはカリスマもあるってことなのかな、みんな、従ったから、ね。ラキオがコールスリーさせられちゃったよ、これ。
君たち僕がグノイチやると本気で思ってるの救い方連中だね、まったく。ラッキーは結果は結果。言わればないです。拒否権ないんだろ。さっさとコールドスリープルームに行こうじゃないか。しかしこれで僕がコールドスリープ目覚めるのは、コールドスリープ室。これで空間転移が終わったら、グノーシャが誰かを襲い、僕が無実の罪をかぶったことはわかるだろうね。みすみすグノーシャの暗躍を許すなんて、歯がゆいこと。ああ、歯がゆい。ああ、もうラッキーうるさい。早いとこ凍らせようぜ。ああ、もうすぐ空間転移の時間だしね。空間転移すると、あれか、イベントフェーズでグノーシャが動き回るってことか。空間転移が終わると、議論フェーズってことになるのかな。私が見届けるから、みんなは先に部屋に戻るという。え？やだな。誰かと行動したいな。部屋わかる？いや、わかんないわ。ターゲット説になってる。次のターゲット説、じゃあ、そのラキューが違うとしたセッちゃんってこと？あ、そうか。レビー、しよう、部屋まで案内してあげて。レビーって誰？廊下の床がルートを示して光っている。案内した方歩いていった。あ、オートセーブされた。実質。あ、俺の部屋か。殺風景だな。この部屋でいいのだろうか。空間転移って言ってるぐらいが、これ宇宙船なのかな？ね。はじめまして、しお様。当世の技師隊であるレビーと申します。皆様の快適な船旅のための案内役を務めさせていただきます。おー、なるほど。うん。技師隊ってことはあれか？まあ、コンピューターみたいな感じ。船内を統括するコンピューターみたいな。10分後に空間転移を行います。空間転移時には意識を保つことができませんので、怪我をしないようベッドに横になっておいてくださいね。あー、なるほどね。じゃあ、俺は空間転移をした後だったのかな？目覚めたのは。あら、お客様いらっしゃったようです。やだな。やだー。あ、やばい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 。あ、やだな。俺じゃん、ターゲット。やばいな。さっきの恨みを買ってるな、これ。うん、しよう、SQ ちゃんのこと覚えてないのに、ひょっとしてあの夜のこと忘れちゃった？あの夜って何？ボタンを押し込むとバックログ表示なの。ロジックが高いほど高いほど確認できるログの。あー、なるほどね。なるほど、なるほど。記憶力は、なんだろ、記憶力が高ければ高いほど、過去の発言が見える、読めるってことか。見えた。おー、ダメだ、これだけしか覚えられない。やっほー、SQ ちゃんで、まあ、ここまででいいや。うん。ロジックが低いとこうなるのか。うん、OK。まあでも、これはね、結構覚えられるしね。うん。実況していれば。うん。発言しよう。覚えてないでしょ。ここは正直に行こう。あの夜って何？そんな情熱的な、過ごし方をしたのかな。ね、お互いにターゲットっていうね。覚えてないよね。そりゃそう、会ったことないもん。ああ、よかった。鎌かけられてたわ。それとでもね、いきなりさ、しおさん、いきなりシリアスなバーに放り込まれたわけでしょ？大丈夫かなって、ついていけてる？いや、ちょっとついていけてないわ。うん、正直に行こうぜ。でも正直者がバカを見る世界かもしれんけど、まあいいや。現状を把握しよう。SQちゃんもついていけないから大丈夫さ。それにほら、しおには説がいるし。ああ、そうね。なんかちょっと親切にしてくれてるよね。その説だけどさ、やけにしおに親切だよね。なんかしおのことよく知ってるみたいな感じだし。いや、でも俺知らないんだよな、せっちゃんのこと。まあ、せっちゃんって言ってるけどね。気をつけてね、信用で親切だからってむやみに信じちゃダメよ。グノーシアって嘘ついて人を騙したり取り替えするんだって、だからなかなかやっつけられないらしいんだけど。ひょっとしたら説がそのグノーシアかもしれないぜ。そんなこと言ったらね、俺もグノーシアかもしれないよね。ね。意識がないだけで、忘れてるだけで。ね、SQちゃんもグノーシアかもしれないじゃん。3分だね。翔さん、そうだ、ベッドの横になってくださいね。もうそろそろ寝ないと。おっと、時間ゲーム、旦那たちを一緒に寝ちゃう。いやいや、それはちょっと、でも、レビーちゃんね、SQ ちゃん、今、ちょっと見た感じ、身体的特徴的には女性っぽかったね。ね。そうだよね、うん。まあ、女性かな、うん。具の下対策規定上、それは認められません。SQ さんも実質戻ってください。うん。これ、性別も結構影響するんですかね、男か女か、ね。半生かっていうのも結構選ぶたびに変えていくと、なんだろう、影響してくるのかな、ストーリーにね。次2週目あるだろうからさ、次はちょっと女になるとか。チェーレビーズに厳しいの、はい、おとなしく帰りますよ。じゃあ生きてたらまた明日ね。あ、帰ってった。あ、やられるかと思ったよ。空間テーマでカウントダウンいたします。19876543211。空間テーマだ。あー、やばい。おお、何？上申請手続きしたので、グノーシア汚染水排除してください。空間転移完了時にグノーシア反応を検出いたしました。あ、っていうことは、ラキオはグノーシアじゃなかったってことでしょ。そういうことか。なるほどね。
グノーシア汚染者を排除してください。繰り返します。空間的に管理時グノーシア班の検出いたしました。上位の皆様そこにいる？いるよ。大丈夫しよう。大丈夫だが。おー、いや優しいね。真っ先に来てくれたの。あー、いや、むやみさんは悪かったね。無事よかったよ。今なんかすごい笑った顔がちょっと怖かったな。気のせいか。俺はもう人、なんか人は、あれ、なんか疑心暗鬼になっちゃいかんな。基本的に人は、まあでも俺基本的に人は生まれながらに悪という性悪説論者だからさ、なんか怪しいところを探しちゃう癖があるんだけど、ちょっとせっちゃんに対してはやめていこうかな。うん、潮も聞いただろう。ラキはグノーシアに汚染されてはいなかったの。レビの言う通り敵はまだ残っている。そうだよね。3人の他にいるってことでしょ。俺が違うとしたら。ともかくメインコンソール室に行こう。全員そこに集合するはずだ。うん。あ、いた。おはようございます。また会えたね。SQ か。あ、そっか。2人が無事ってことはあれかな。あ、ジーナちゃんが死んじゃった。L ボタンを押し続けると人物リターンを表示します。R ボタンで乗員やグノーシアの数を確認できます。はい。あ、ほんとだ。あ、乗員5人、グノーシア1人。で、今は5人中1人がね、今コールドスリーブ状態だから。あー、ジナちゃんがピンクになってる。生存確認できてないってことか。うん。ジナ様の反応はございません。ロゴ見る限り、空間的に直後にジナ様の反応が消失しております。おそらく。やられちゃった。ジナ、昨日いたあの人だろう。彼女が襲われた。この宇宙から消されてしまった。SQ しよう。そして私この3人の中にグノーシア汚染者に襲われてね。すげえ SQ ちゃんっぽいじゃんこれ。やっぱそういう話になっちゃうね。あ、始めようか。私たち生き残るための話し合いを。発言できます。 A ボタンで発言せず様子を見ます。誰かが発言を5回行うと投票に移ります。あ、どうしよう。メニュー。あー、ここで見れるのか。コマンドってなんだ。あー、疑う同調。あ、なるほどね。はい。あいつは怪しいとか言ってあいつの信用を落とします。ロジック、演技力が高く説得力が増す。なるほど。弁護する。俺はさ、直感力が高いからさ、直感力が、あー、ダメだ。こう演技力がないとダメだ。役割を明かす。あー、役割をみんなの前で発表する。うん、いろいろ、あ、いや、そうか、人狼にもあったん、役割ね。いろいろあるな。ね、コマンドは結構いろいろある。30分の12しかない。まあちょっと1回目はやってみよう。戻る。オプション遊び方、うん、OKOK。メニュー閉じましょう。せっかくだから発言してみようぜ。疑うかばう。あー、ちょっと様子見ようかな、じゃあ。私の考え、前に言った通り、潮が具の幸せにされているよう考えがたい。だから私が疑うべき相手は SQ しかいないんだ。おっと、そうきましたか。否定してるな。弁護はしない。俺も SQ ちゃんだと思ってるから。じゃあ発言しようかな。疑おうかな。俺も SQ ちゃん疑おう。 SQ の疑わしいところを指摘した。なんかすぐ投票しようとしたじゃん、 SQ ちゃんさって言って。おっと、そうきましたが、あ、終わっちゃったよ。発言はできないな。様子見ようかな。でもかばうで、せっちゃんをかばう。せっちゃんは俺のこと殺すタイミングいくらでもあったのに殺さなかったよっていう。せっちゃんカバー。せつを信頼していることを宣言した。ありがとう、期待には応えたいな。感謝されたよ。発言はこれしかできないな。様子見ましょうか。じゃあ SQ ちゃん的にはせつが怪しいかな。死を味方にしてこれで投票も安心だぜみたいな作戦とか思っちゃったり。ああ、なるほどね。いや、それは違う感じするな。疑いに反論した。疑いに反論して何も起こらなかったわ。もう発言はもうしたからな。様子もう一回見ようか。様子を。嘘つくのは構わないよ SQ。 だけどそれは何のための嘘なの。おっと、そうきましたか。弁護士もしょうがないよね。終わった。あ、発言する。投票始める。あー、様子を見る。冷凍コークル決めちゃいますか。自分で投票を提案することもできるんだね。相手に言わせることもできるのか。そうね、もう SQ ちゃんだよね。俺は最初から SQ ちゃんだと思ってたんだよ。あ、せっちゃんに言った。いけると思ってたんだけどな。ねえ、どうせダメなら逃げちゃうのってあり。そ
その場合レビィが実力更新出るだろう。てかレビィが見つけてくるよって話なんだけど、グノーシアを分かってんでしょだよね。やっぱまあ、ね、おとなしく放っておくとしますか。あ、コールドスリープした。さて二人になったぞ。これで終わりだね。本当かな、怖いな。そう、シオに受け取ってほしいものがあるんだ。何でしょう。あ、何これ。これを持って行って。データ参照解放されました。データ参照ボタン表示されているときは Y ボタンで発言記録や乗員の情報を閲覧できます。あ、すごい。あ、なんかいろいろ、まだ俺解放されてない。エンジニア報告とかあるし、すごいね。公開日誌。あ、なるほどね。乗員データ。あ、はい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 。あ、いろいろあるんだ、こうやって。識別年齢24歳。性別女。あ、ラッキーは汎用、反省なんだよ。せっちゃんは反省。あ、反省か。あー、ジナちゃんは女。あ、俺だけか、男はね。出身地地球だって。出身地いろいろだな。うん。突起事項かな。結構あるね、みんなね。投票結果。うんうんうん。二日目。一日目。うん。誰が誰に投票したのかちゃんと分かっちゃうんだな。データ、仲のいい人説。うん。役割は乗員ってことね。うん。これがエンジニアとかドクターもあるってことか。疑うな、恐れるな、そして知れ、すべては知ることで救われる。私にこれをくれた人がそう言ってたのは随分昔のことだけどね。なんでそんな大事そうなものを俺に？必要になるだろうと思うから今のうちに渡しておくよ。あとはそうだな、何を話したらいいんだろう。グノーシアはすべてコールドスリープさせると人間側の勝利です。グノーシアの数が全体の半数以上になると人間側の敗北となります。あ、まあこれは、うん。OK ですね。2対2になったらね、グノーシアからが1人ずつやれば終わりだもんね。改めて自己紹介しようか。今までは新しくてちゃんと名乗れなかったから。勝利敗北条件を満たすか、自分が襲われたりコールドスリープされると終了になります。うん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 。私の前説これからよろしくね。終了条件を満たしました。今回の結果を表示します。あー、じゃあやっぱり、あれか。SQちゃんがグノーシアだったってことでいいのかな。ね。これからよろしくねってことは、でも2人だけだからな。またこれループするってこと？UB カリ、UB カリが迷ってるけど、やはり言っておいてよかったって、なんか、グノーシアの脅威はさだ、今だったらこの勝利を祝うことにしよう。おー、経験値獲得した。あ、すげえ。っていうことは、スキル振り分けができるってこと？あ、いいじゃん。やった。グノーシアだったね、やっぱりね。SQちゃん。よかった。これ、せっちゃんに入れてたらやばかったね。せっちゃんに入れてたらまた違った展開になったんだろうな。それはそれ見たかったけど。うん。まあ、次行きましょうか。終了します。ループ2周目どうなんだろう、これ。ここはの通り、船内にグノーシアのが検出されて、私たち5人のが汚染された者がいるんだ。うん、でも SQ ちゃんグノーシアとかじゃないけど、また始まった2周目。あ、ラキオと仲悪い俺、やば。ね。おー、また5人状態で始まった。発言する。嘘だ。いや、でもこれは、2周目だから SQ ちゃんがグノーシアじゃないかもしれないよね。これはちょっと聞いとこう。グノーシアもそういうだろうね。何でもグノーシアってやつは巧み、何でもグノーシアってやつは巧み嘘をつくらしいじゃない。ループには時間が巻き戻りました。そのため誰がグノーシアで誰が乗員か役割が変化しています。うんうんうん、よかったよかった、嘘だって言わなくて。一つ確認させて、前の飛行時船から一歩も出なかった人はいる？船から一歩も出なかった人いないみたいだね。ならば私も含めて全員グノーシアに汚染されている可能性はある。私以外全員グノーシア、そういうこともあり得る。あー、なるほどなるほどなるほど。でもまあ、あれでしょ、2対2、グノーシアと人間の数がイコールにならなければ、イコールにならない限りはってことでしょ。ね。だからまだ均衡は保たれてるとか、まあ奇数だしな。いや、それはない。幸いにしてとは言えないけど、検出された反応は1体分だけ、あ、1体分だけなんだ。どうすればいいかと聞いた。船にグノーシアの侵入を許してしまった際の一般的な対処法を取るべきだと思う。うん。投票ってことかな。コールドスリープか。グノーシア汚染者は空間跳躍のため一人ずつ人間を襲っていくんだ。だから、空間跳躍まで一人疑わしいものをコールドスリープさせる。そして空間跳躍してもグノーシア反応が残っていったらまた一人コールドスリープさせる。これを繰り返すんだ。はい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 。間違えたら、聞いてみようかな。させなかった場合どうなるかを聞いた。当然誰かが襲われるわけだ。まどろっこしいね。もっと冴えたやり方があるんじゃないね。まあ疑わしいものを何人かまとめてコールドスリープさせてもいいと思うけどね。うん、その冴えたやり方を提案するのはグノーシア汚染、あ、
冴えたやり方を提案するのがグノーシア汚染者だったら、私たちは敵の思惑通り動くことになる。この方法はグノーシア対策であると同時に、船の技師やレビーとの妥協点でもあるんだ。え、妥協点って何？妥協点とは？うん、すごい知ってんじゃん、せっちゃん。グノーシア反応を検出した時点でレビーは乗員の命を、乗員の生命を維持する義務を喪失している。いや、むしろ、乗員ごとあるいはこの船ごと自爆する義務が生じているんだ。そうだろう、レビー。あ、なんかこれあれかな、一番最初にすごい敵つぐわーって流された時に書いてあったのかな。ね、ちょっと後で編集して確認しよう、本当に。はい、セツ様のおっしゃる通りです。大した非常事態だね、まったくね。ちょ、ログ見ようぜ、ログ。ログ。あ、ログ見れる。あ、ダメだ、攻略して覚えられない。私たちは乗員をコールドスイープさせていくことを条件に、レビに生命装置、生命時機能の停止や自爆を猶予してもらう。これはそういう契約なんだ。なるほどね。まあ要するに、グノーシー反応が出た時点で、レビはなんか、いや、やべえよ、みんな終わりだよ、みたいな、みんなじゃあ、生命時期の止めまーすってやっちゃえることもできるけど、うん、そうなの、グノーシーは探すのだったらいいよ、グノーシーは見つけられるんだったら見つけてみて、それまでは、あの、自爆とかやめておくねーって、そういう感じなのね。わかった。状況は理解したよ。話し合いの前、誰がコールドスリーすべきか投票で決めよう、それでいい？つまり、怪しい人やればいいってことね、了解っす。今のところダイヤもないしね、まあいいんじゃない。お、どうした、無言だぞ。異論はないみたいな。ではレビィ、今言った手続きを認めてくれる？了解いたしました。皆様のご検討を祈ります。次回の空間転移は1時間後です。じゃあ始めようか。グノーシア、敵を見つけ出すんだ。